HSC をワイヤレスコミュニケーションでサポートする WSIM、 それはさまざまな製品に新しい付加価値をつけることができる無線通信モジュールです。この小さくて薄いカードの中に無線部、アンテナ、メモリーを搭載。 PHS ならではの省電力、低電磁波、高音質の特徴を生かして携帯電話機だけにとどまらず各種システムや防犯機器、そして家電製品などの身近なものにも無線通信機能を搭載させることができるのです。つまり WSIM を利用すれば無線通信技術を持たなくてもオリジナル通信端末の開発が可能ということなんです。この WSIM の活用を推進している団体がこちらのウィルコムコアモジュールフォーラム。ブース内には WSIM を搭載した製品を多数ご紹介しています。それではその一部をご覧いただきましょう。まずご紹介をさせていただきますのは WSIM 対応 LCD タッチパネル式コンピューターです。の ARM11 プロセッサーを搭載し、組み込み向けや多品種少量生産機器のプラットフォームに最適な小型 CPU モジュールアルマジロ500。この人気のアルマジロ500シリーズに 5.7 インチ LCD タッチパネル、 1GB SSD、 そして WSIM スロットを搭載させたものがこちらのアルマジロ 500FX なんです。でこのアルマジロ 500FX はCPU モジュール、メインボード、インターフェースボードの三重構造となっており、開発が難しい CPU 周りはそのまま量産に利用して、付属の回路図をもとにインターフェースボードをカスタマイズ設計するだけで簡単にパネルコンピューターを開発することができるのです。さらにこちら、WSIM スロットを搭載させたことで、音声通話、そしてデータ通信にも対応することができますので、ネットワーク情報端末として利用するなど、その活用範囲はさらに広がります。でこのアルマジロ 500FX はアットマークテクノ社のコーナーにてご紹介を行っています。続きましてご紹介するのはこちらのイヤホンなんですが、ただのイヤホンではありません。こちらなんとこのイヤホンの部分がマイクにもなっているという、これこそ本当のイヤホンマイクなんですけれども、さあこちら一体どんなものかと言いますと、耳で喋るという新しい仕組みが採用されております。でこのイヤピース内部の振動板が耳の中から出てくる微弱な音声をキャッチ、でこの採用半導体製の専用 LSI によってノイズキャンセルとエコーキャンセルの処理を行うことで、このイヤホンマイクの中に入っている振動板1枚が受話音声と相場音声を同時にキャッチいたします。でつまりこのイヤピースを耳につけるだけでハンズフリーで通話ができるということなんですけれども、さらにですね、高音質の通話が可能な WSIM を組み合わせることで、ただいま開発を行っておりますのがこのイヤホンマイク付き通信ジャケットシルフなんです。まあ、通常はですね、こういったものになっていまして、まあ、電話機にこう組み合わせて使っていただくの、まあ、現在の形はこういったものなんですが、今開発をしているのはもうこれとこれを一緒にしてしまって、小型でしかも単体で通話をすることが可能にしようということで、ただいま開発を行っているところです。ですので、このイヤピースを耳にしていただくだけでハンズフリーで通話ができるということなんですけれども、さらにですね、非常に音が綺麗です。工場ですとかゲームセンター並みの騒音の中でもオフィスで電話をしているかのような非常にクリアな通話品質を実現しています。こちらなんですけれども、ステージ向かってすぐお隣、こちらシステム放送会社のコーナーでですね、実際に皆様に体験をしていただくことができます。ちょっとこういった、電話機とつなげた状態のものなんですけど、こちら体験をしていただくことができるので、ぜひお立ち寄りをいただきたいと思います。こちらなんですけれども、外形デザインも含めてですね、カスタマイズ可能となっておりますので、こういったですね、幅広い用途への対応も可能となっております。ステージ向かってすぐ右手にございますシステムコンサルタント社のコーナーにてご紹介、そして、体験も行っております。ぜひお立ち寄りください。そして日立製作所のコーナーではセンタネット ASP システムコレクトロをご紹介中です。こちらなんですけれども、家庭やビル内にあるさまざまな情報を活用するサービス、こういったものを支援するシステムなんですね。
この WSIM に対応しているコレクトロゲートウェイを使っていただきますと、パソコンがなくても非常に簡単な操作で、情報を自動で収集してくれるんです。ですので、システムもですね、非常にシンプルにしていただくことができます。どういったものに使っていくかというと、例えばこちらコレクトロでヘルスケア、体脂肪計や血圧計を使うだけで、そのデータがもうコレクトロゲートウェイが自動的にコレクトロセンターに送ってくれます。でコレクトロセンターからサービス提供者へ送られまして、こちらで、専門家による例えばダイエット支援や、介護サービスや保健指導というものをですね、提供することができるわけなんです。そしてもう一つコレクトロで CO2 ダイエット、でこれはどんなものかと言いますと、家庭でいろんな電化製品動いてます。どのぐらいの量が動いているかというのをコレクトロゲートウェイがデータ集計をして、コレクトロセンターに送ってくれます。つまり桜井さんのお家ではこのぐらい電力を消費してますよというデータが送られるわけなんですね。そうしますとサービス提供者は桜井さんの宅に、このぐらい電気使ってますよという連絡が行きますので、桜井さんのお家ではちょっと、エアコン止めようかしらとか、パソコンも止めようかしらというふうにですね、無駄を削減したり、また省エネ意識を向上させるという、そういったサービスを提供できるシステムとなっています。こちらはですね、日立製作所のコーナーにてご紹介デモンストレーションも行っておりますので、ぜひお立ち寄りをいただきたいと思います。さあ、そしてその他ですね、ブース内でご紹介をしている製品、簡単にご覧をいただきたいと思いますが、こちらネットインデックスのコーナーでは、バイオニアのカーナビ専用サービス4カロステリアに対応した専用通信ユニットや、また、参考出展の 16X データジャケット、そして、ポップ&コンパクトボディの電話機2個プラスなどご紹介中です。そして Avit のコーナーでは SOS ボタン、そして、コードレス通報ボタン、こちらをご紹介しております。こちら電池で動くんですけれどもね、ボタンを押していただきますと、あらかじめ設定している通話先に自動でダイヤルされます。さらにですね、ハンドフリーで通話ができますので、例えば介護用として、または、接客カウンターや無人待合室での防犯用などとしてもご利用いただくことができます。その他、この千葉工業大学では、コーナーでは産学共同プロジェクトということで、 WSIM を利用する機器のユーザーインターフェースデザイン、デザイン科学科3年生の作品を3点展示を行っています。学生さんがですね、説明員として参加をしてくださっていますので、ぜひこちらもお立ち寄りいただきまして、学生ならではのアイデア、皆様ご覧をいただきたいと思います。その他ブース内には様々な WSIM 搭載製品をご紹介させていただいております。ぜひお時間の許します限り、ミリコムコアモジュールフォーラムブース内にて皆様 WSIM 搭載製品ご覧をいただきたいと思います。ありがとうございました。